クワマイヤは、カンブリア紀に生息していた、節足動物の一族、スミエ動物群に属するものの一つである。全長は10センチメートルほど、楕円形の体は背腹に扁平で、頭部、胸部、尾部に分かれる。頭部は幅広く、前端のくぼみには一枚の甲側と一体の目がある。胸部は8節に分かれ、中には体を成す消化栓が並んでいる。ビブは幅広い板状であり、 後端は、棘が並んでいる。腹側のふわしわに下型付属子であり、線状の外子と内側に棘を持った、付脚状の内子からなる。クワマイヤーは、定性性の捕食者であったと考えられる。クワマイヤーは、サペリオンやヘルメティアなどの近縁属と思われる。これらの節足動物からは、頭部のくぼみに一枚の甲が後、 その付近に目を持ったという共通点が見られており、カンシラターガというグループに分類される。クワマイア族には、スミエ動物群に属するクワマイアラタとクワマイア、ムーアリーコタ2種が知られる。ABCDE、ホーセロワークス、クワマイア、FOSSILWORKS.ORG、2018年10月28日、閲覧。ABC、クワマイアラタ。 www.fossilmusum.net 2018年10月28日閲覧 A.B.Havier, Oltega Hernandez, an A.Reg, David, J.Blady, Simon, The Phylogeny of Agra Spadet Arsarapaz, th and the Internal Relationships Within Artiapoda.Creedistics29 Issun0748、e、から3007 h t t p s w w w a c a d e m i a e d u 1 8 7 5 5 4 t h e p h y l o g e n y of agra spadet arsarapaz and the internal relationships with inga tiappoda, cancela t a g a t a x o n d i v e r s i t y f i e l d o f s c i e n c e c o m 二千十八年十月二十八日閲覧 ありがとうございます。